松井映像11月10日から1943年5月28日は、昭和初期の旧正中等学校野球、大学野球の選手、左投げ左打ち、静岡県浜松市出身。浜松市立元次郎小学校卒業後、岐阜市立岐阜商業学校野球部の講演会長に、スカウトされて、岐阜省に進学する。1933年、 控え投手兼中堅手で春の甲子園に出場し、決勝戦で完封勝利を挙げ、岐阜県代表校として初の栄冠をもたらす。その後、1935年春、1936年夏の大会でも全国優勝し、岐阜賞の黄金時代を築いた。その決め玉である大きな縦のカーブは1メートル以上の落差があると言われ、三尺のあだ名がついた。 5年生の夏から片通に悩まされ、進学した早稲田大学野球部では打者に転校。一番左翼で華麗なバッティングを見せて活躍し、神宮の森を沸かせた。リーグ通算65試合出場20、202打数54、アンダ打率、267。早稲田大学卒業後、社会人野球の強豪藤倉伝線に就職するが、志願して陸軍に入営。 1943年5月28日午後10時10分、中国古北省の偽証検討下坊で、東部貫通重層で戦死。去年24、財団法人野球体育博物館の戦没野球人モニュメントにその名が刻まれている。また、岐阜市内の長良川球場には、松井の東急フォームを模した銅像が建てられている。なお、選抜での発祥は、 吉田正夫の9勝に次ぐ歴代2位。1933年から36年に岐阜賞が挙げた選抜大会11勝のうち、1933年の改装抽選及び広島商戦、1934年のクレコ中戦は広江が関東しており、当番なし。ありがとうございます。